鬼滅か。おはようございます皆さん、時刻は10時31分。今日じゃん、近鉄は石切駅にやってまいりました。今日はここから、はい、ふにゃららどを通って、はい、生駒のアジサイを見に行きます。はい、アジサイを見に行きます。そしてひょうたん山の方に降りて帰ります。ちょっとお楽しみがあるかどうかなって感じですね。それでは今日も元気に行ってみよう。何キロぐらいですかね。10キロぐらいじゃん。10キロぐらい、はい、行ってみよう。おい、いやおい。昔使ってたやな、このトンネル。ここホームやん。ほんまや、ホームっぽいわ。どうだ、上がっていくんですか。草加コース。ここ行くの。おう、時刻は10時44分。駅から800メートルほどですね。はい、なんかめっちゃうっそーんとしてますけども、ここから草加コースに入ってみたいと思います。はい、お6月なんて生い茂っておりますね。はい、それでは行ってみよう。おう、おう、今日は暑いです。中ね、湿度がすごいね、このうちね。ちっちゃい虫もいっぱい飛んでます。ジメッとしてます。虫除けは忘れました。ちょっとマシな道になったな。そうだね、一瞬かもしらんけどな。はい、ようこそ庶民の森へ。ここから草加インチです。はい、はい、時刻は10時56分。距離は 1.2 キロ。すっごいね、傾斜がきつかったんでね、だいぶ汗だくなりましたね。ようやく見慣れた案内板が出てきました。すんな。時刻は11時13分、はい、距離はまだ2キロ行くか行かへんかですよ。これ、あ、でもだいぶ上まで来たね。明るくなってきました。人にも結構何人かすれ違ってね、はい、意外とね、メジャーなルートみたいですね。ベンチがやたらと良さあります。あれ、生駒の、そうやろな、ね、うん、近いな。うめえ、あずま山で出てきました。11時16分です、はい、しかし何も見えないあずま山ですね。こぶしの谷やて、こぶしの花が咲くのかな。おー、あら、
へえ、いっぱい道ある。おお。いきなり開けたね。だだっ広い道だねこれ。なんかいきなり高原で。はい。10時23分、はい、距離は 2.4 キロ、はい、こっからポコッと出てきました。おここいつも通ってるとこやね。そうや、通ってるとこや、管理道やもんこれ、うん、こんなとこ降りたことないわなあ、いつも駆け抜けてるだけやろ、ビューって。そうや、へえ、うん、あのトイレのとこか、へえ、うん、いや、やりましたね、馴染みのある場所に来ました、はい、涼しいで、ここの方がはるかに風が通る。はい、アジサイ園の方に向けて走ります。は、走ります。はい、ふりゃ、そうや、道だけ、道だけや、宮川谷ハイキングコースで、へえ、11時50分、距離は 4.8 キロ、はい、ちょっとご覧ください、ちょっとだけ早いかなっていう気もしますが、変がまだ色とりどりのアジサイが花をつけております。うん、ちょっと、あ、でもこの辺とか綺麗よね。うん、あの辺綺麗に咲いてる。わあ、いろんな色あるやん。ねえ。アジサイ。うまいよ。もうまだしばらく楽しめますね、ちっちゃいのもんね。うん。なんか見応えあるよね。うん、そうやな、斜面にバーってなってるから。わあ。行くわ、すごいね、ツツジもアジサイも。うん、わあ、ね。わあ、すごいね、ほんぽぼっき。うん、見事。ほんまやな、アジサイの裏側。うん、うん、お見事。うん、いろんな色とかね、花の形があるから見てて飽きないね。うん、緑色でさ、いやー、緑色一生懸命走ってきはったんですね。飛騨高山、飛騨高山、あ、この間行ってきました。へ、すごい。あ、ちょっと邪魔しちゃったね。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫です。どこまで行きはるんですか。あ、もうまた向こうのあの道路ゲートまで、道路ゲートにまた戻ってくる。車止めてるんで。ああ、そっちゴールで、そっちゴールで行って入ってきて。なかなかしんどい。肩がね、結構苦手なんでね、ちょっと山の練習すればかなと思って頑張ってるんですけど。次何であるんですか。次はあのジオトレイル。
おー、8月末にやる神鍋高原、神鍋やね、はい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 、はい、あれでまたちょっと山走ってから丹後行こうかな思ってます。ああ村岡じゃないんですね。村岡じゃない、僕ら村岡出るんですよ。あ、そうなんですか、はい、久しぶりに100キロやるんで。もうフルですよね、今回から。あ、そうですね、そうです、はい、でも二次募集やってたからまだね、あ、待ってへんかも分からへんね。待ってるみたいで、丹後と村岡と空いてたら1個からもですかね。1週間ですよね。まだちょっと体ですね、ダメージ残るかな。そうですね、ぜひぜひ頑張ってください。頑張ってください。はい。はい、すいません。足止めてすいません。いい、ありがとうございます。失礼します。はい。行きます。欲しい。めっちゃ可愛いこのビニール傘。すごいね。ビニール傘って日本人が発明したよね。そうね。うん。よかったな、二人で。誰もこんな。こんなとこに出るんや、はい、11時29分、はい、7.8、はい、ビヨヨン12時34分8キロ、はい、ビヨヨン、これ下るんですか、はい、はい、うん、12時40分、8.7キロ、8.7、楽々登山道へ入ってきます。久しぶりですね。ロッコのナンバー4で、はい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 、ね、俺は村岡でもね、あー先だか、後ろ見たから、すごい、お元気ですか。足が不調でね。ああ、そうなんですか。あ、ほんまや、サポーター2ヶ月ぐらいあんま走ってなくて、本当、今日アジサイ見に、アジサイはあんまり距離いけるかなだからそれさえもああ、じゃあ村岡出はれへんの今年は。66で、あ、キャロですよね。あ、そうなんです、久しぶり、もうだいぶですよ、ちょっと乾燥できるのがだいぶ早いですけどね。出ることを楽しみに66を頑張って、練習を、まあ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 、ご無沙汰してます。キムタクナオより嬉しい。二人に会えるのが嬉しい。記念撮影しますか、記念撮影。嬉しい。そうそう、何か美味しい見つけとかんとね。今日の美味しい言うて、何でも美味しい、ドライフルーツもね。そう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 。あ、いやー、可愛らしい。いや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 。めっちゃいつも言ってる。どんだけこう YouTube 上がるの、すっと見てるからな。どんだけもうそんなもう芸能人のレースもチェックしてる。なんでコメントは、容姿だよ。ちょっとね、いや、ある時こんだけ言ってもらえたら、ロイホでいらっしゃいますにしますね。どこのロイホか探さない。どこに勤めてる。じゃあ、アルバイトに。そう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 。どこやろ、この給食を行きながら、そうそう、ロイホのバイト。めちゃくちゃ知ってるやん。そう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 、それタイミング、それタイミング。怖いわ。怖い。夏休みはね、ちょっと今キッチンでね、これちょっとやけどとかもするんですけどね。あ、まあ大丈夫ですよ。そんなことでもない。ほんで、あの夏休みはホールデビューしようと思って。あ、怖い怖い。そうなんです。いらっしゃいませ。そうそう。なんでもできそうですね。これもできるし、これもオールマイティやわ。肉汁飛んでくるけどね。いやいや、もうすごいオールマイティ。アイスもええしね、人気者になれる。あんま言うたらあきません、調子乗るから。いやいやいや、ほんまですよ。定着したらまたテンポも言いますわ。どこどこ店です、ぜひ伺いします。今日いてるかなみたいな。めっちゃ不安多いと思います。いやいやいや、みんなね、純子さんに会ったら喜んで。そうやな、もうこっちも感動するんですよ。すごい涙流してくれはってね。どんな宗教や言うて。いやいや、これ以上近寄ったらいけないと。もうやめてくださいよ。調子乗るから。こっちまで楽しい気持ちにさせてもらってありがとうございます。ありがとうございます。すいません。お楽しみに。じゃあまた。はい。いえいえ、どうもです。ありがとうございます。さよなら。さよなら。
すごい偶然。展望台行かんでいいかも。どこ行く？展望台はこっち。大丈夫です。な、まっすぐ行こう。まっすぐ行きます。はい。展望台はもういいです。はい。3時10分、距離は12キロ、楽々センターハウスに到着しました。ちょっとここで軽く休憩したいと思います。山に行くときはどんなに低山でも食べ物を持っていきましょう。いやいや、ガス欠ですね。朝、ふらふら米粒食べんかれ。ふらふらこれちょっと、見てこれ、こんなんついてさ、ちょっと私ちょっとさせてみたいと思います。この日の光につけるとすっごい綺麗なんよ、これね。すごいね、素敵。じゃーん、買ってもらいました。なんと440円。あと60円出したら今朝の定食食べられる。あ、これ上に練乳みたいなのが乗っててね。おいしい。これオリジナルなん？リッチアイスバースノーホワイト、京都で作ってるみたいな。これは美味しい、たまらん。もうめちゃめちゃお腹空いてからの、なあ、あんま、白熊っぽいな。そうやね、白熊のちょっと果実リッチバイラ。13時44分、距離は 14.5 キロ。ひょうたん山駅、なんか最近おなじみですね。はい、今日はここからちょっと足を伸ばしてみたいと思います。はい、グルメ情報があったんですね。はい、グルメ情報。どこでそのグルメ情報をゲットしたんですかね。なんだったかな、いつも。私いつもそのスマホのニュースとかをバーッと見てるんですけど、そのお店がちょうど何周年か目でね。いつもグルメ情報を探してあるんですか。いや、いつもってわけじゃないんですけど、たまたまね、飛び込んでくるんですよね。ここや、キッチンお花。はい、ここですね。はい、ちょっと今日ここにお邪魔してみたいと思います。はい、ソーリークローズと言えてます。あ、もうやっぱり昨日一気にあれしたから。あ、これって こっちよね。いや、知らん。白米と雑穀米を選べておかわり自由。この1500円、土日祝限定。本当はこれを食べたかったんですけど、昨日ウェブで紹介されたばっかりだったんで売り切れちゃったみたいですね。もしよければこの駅のこっち側のここ、残念。はい、ありがとう。はい、どうぞ。いただきます。美味しそう。何ですか？ポキサラダ。ポキサラダ。ポキ？ポキ。
美味しい。米の味がする。